カエル鳴いてますね。公園の中はさすがに誰もいません。別に感じないんだけど、なかなか海の景色は楽しいことになってますね。突然の高波とかも怖いのであんまり近づきませんが、荒れてるって程度でしょうかね。ここら辺は湾内なので、湾内ということでもないけど、ちょっと入ってるので大したことないです。外海は結構荒れてる感じです。風はさすがにすごい、波が打ち寄せてるようです。しかし案外大したことないな。まあ大したことあったらこんなところまで来ませんが、宜野湾海浜公園の様子でした。